ちゃん。こんにちは、そゆたかさん。はい。7月31日、はい、トレード最終期限の日まで、はい、あと1ヶ月ちょっととなってきました。はい。ただここまではトレードの話って ないですね。やっぱないのはさ、うん、今まで盛んに動いてた日本ハム、中日、うん、中日もいいスタートを切り、まあ、日本ハムはいい位置にいるよね今。はい。あんまりやっぱこう選手を動かしたくないというね、うん、で選手も育ってきたし、うん、逆にチーム内の争いが激しいんで、うん、そんないらないって思ってるはずなんだよね。あ、去年はねあったんですけど、今年は、うん、じゃあもう整ってるからもういいよっていう、もういいよっていうような感じがするんだよ。でも逆に今例えば故障者でピンチとか不調でピンチっていう球団とか欲しいと思ったり、逆に豊さんが見てきたチームの中でもうこの選手トレードで出した方がいいんじゃないかなっていう風な選手も交流戦、まあ、半ばまで来てちょっと出てきてるとは思うんですけど、まあ、交流戦明けにもしかしたらあるのかもしれないですけど、トレードちょっと豊さんに今回はこの選手自分が GM ならもうトレード候補だなとか、逆にこの選手打ち欲しいなっていうのがあれば、まあ、例えば、うん、まあ、ビシエドっていうのは俺は人気あると思うんだよ、うん、はい。ただ中日がビシエドを出して何が欲しいんだっていう、うん、ことなんだよね。はい。まあ、意外と待ってるんだよレギュラーというのは、うん、だからまあピッチャーと変えるのか。例えばそのファースト中田選手がちょっとお休みの時のファースト要員で打てる選手とかって いや石川がいる。ああ、うん、そうか、石川がいるし高橋周平が、うん、まあ、戻ってくるだろうし、はい、そう、まあ、そうなってはカリスタもおるしさ。そうですね、うん、まあ、そうなってくるとどうしても浮いてるというかさ、うん、まあ、もういらないんじゃないのって、まあいらないって言ったら失礼だけど、うん、以前のような試合数はもらえないのかなっていうふうに思うと、うん、まあ、誰かと変えた方がいいかなっていうような感じはするよね。もしくは相手側からもう金銭でもいいのでっていうふうに。それはもう金銭だったらありがたいよね。そうですよね、選手を出さないで、うん、まあ、お金でもらえるっていうんであればね、うんうん、まあ、そういうやり方でいけば、うん、楽天とかも欲しいんじゃないの、うん、まあ、西武とかも。あ、そうですね。だから西武っていうのはもうこれ若手を育てていかなきゃいけないし、どうしても、はい、それをこう枠として持っとかなきゃいけないから、うん、はい、トレードで来た選手っていうのは使わなきゃいけなくなってくると、うん、またこうチーム作りに遅れが生じるというかさ、うん、まあ、そういうことなんで、まあ、できるだけ現有戦力でやっていくという、うん、ことが大切かなっていう、うん、でその中で来年を見据えて、うん、この外国人だけ欲しいって言ったらビシエドなんかは最適だけど。そうですよね、まあ、今ねここから A クラスだったりとかを狙っていってなんとかクライマックスシリーズっていうことを考えていくんであればビシエドは欲しい。なかなか厳しいけどな、まあ、このゲーム差っていうことを考えるとですけれども、うん、そこっていう仮説であればビシエドを取るっていうのはなくもない。まあ来年も含めてね、はい、考えて、まあ、なくはない。うん、ということはじゃあ中日のやっぱりビシエド選手、その一旦上がってきた時期もあったりしてたんですけど、まあ、また使われなくなってしまったりとか、どういう方針なのかな。使ってなんぼの選手だからな、うん、だからやっぱずっとレギュラー張ってたしさ、うん、代打要員かというとまだそこまでの慣れないし、うん、だから、まあ、レギュラーで出れるところが一番やっぱりいいのかなって思う。そうですよね。でプラスアルファやっぱ中日としてはとはいえビシエド他に行ってこうまたボコボコボコ打たれたくないと思うと、まあ、ドイツリーグは絶対嫌でしょうし、まあ、そうだよな、まあ、オリックスでもいいよな。あ、そうか、オリックスはやっぱ怪我人が多いから、うん、森友哉選手もね、そうですし、うん、元気な人でも調子が悪い人いるしさ。そうですね、だから本当につながってこないというかな、うん、まあ、そういうところがあるんで、うん、ビシエドだとか、はい、まあ、そういうのはいいのかなって思うけどね。他球団では例えば巨人の松原選手、うん、まあ、非常に能力もある選手ですしキャンプも良かったですし、最初の方は阿部監督、ね、積極的にっていう部分もあったんですけれども、使う部分もシーズン入ったらばったりだもんな。これ何かあるんだろうな、やっぱりそれが分かんないんですよね。分かんない何なんだろうっていう。いやいや、単純にいい選手、うん、まあ、打てる選手、いやらしい選手、くせ者だなっていう風に感じさせてくれる選手、はい、だけど本ちゃんになると使われないっていうことは、うん、やっぱ本人の中で何かあるんだと思う。そういうことか、うん、ただああいった足もある選手だし外野守備でも相手はねすごく嫌がってんだよ。
そうですよね。天才的で嫌だっていう人もいるし、うんうん、だから何をもって使わないのかっていうのは全く理解できないけど、うん、トレードしてあるといいかもかな。そうなってくるとやっぱり欲しいっていうチームっていうのはもちろんありますよね、松原選手は。それはもちろんあるよ。楽天でもいいし、うんうん、オリックスでもいいし。西武は、まあ、西武が若手を使うっていうことになるとさ、厳しいですか。勝負に出るっていうんだったら別だけど、うん、やっぱもう若手にチャンスを与えて経験積ましていくしかないだろう。西武はそうか、うん、仮にでも外野手で1番打てる選手として固定できたら、それは欲しいよな。うん、そうなんですよ。西武の若手の選手と一緒に混じって松原選手が引っ張っていくみたいな感じで1番でリードオフマンみたいな形っていうのはできないですか、ね。まあ、できないこともないけどね。きっちり性格を把握してるわけじゃないから。まあそうですね、まあ、なかなか性格的なものがね、うん、リーダーとしては必要なところっていうのはあるからね、うん、まあ、愛には言えないけども、はい、まあ、そういう質があればいいよな、うん、そうですよね、うん、ただトレードすればもちろん欲しいっていうところも出てくるような選手、まあ、そうだね、ですよね。他は太田、太田大選手、それ今 X でも名前上がってて話題になってたんですけども、うんうん、太田大選手は例えば楽天だとか、はい、そういうところだったらいいかもなって思う、ね。まあ、あの外野手、うん、もね、もともと巨人から日本ハムにも行ってて活躍されてたんで、ね、パ・リーグにも精通してるので、うん、そこはあとはやっぱりオリックスかな。もうやっぱ怪我人がいるからさ、はい、で調子が上がらない選手もたくさん抱えてるから、うん、はい、起爆剤として、まあ、太田なんか行って、まあ、面白いのかなっていうふうには思うけどね。なるほど。まあ、年齢的にもね、もういい年齢に差し掛かってるというところで、それでも欲しいという球団っていうのはもちろんある。あるな。で今そのずっと話題に出てるのがそのオリックスじゃないですか。調子が上がらない選手、怪我人いるってなると、オリックスってピッチャーが今本当にどんどん離脱していってる状態なので、オリックスとしては例えばどっかからピッチャーを欲しいなっていうところはないんですか、緊急的に。もうここはいや欲しいからって、うん、ちゃんとまともに投げれるような選手は出さないよ。出さない。例えば誰がいる。例えば、ま、もうセリーグからもらうしかないですよね、うん、いませんか。もういたね、この投手みたいな。いないか。いや、どこもピッチャーは、ピッチャーはやっぱ多く抱えておきたいからな、これからの時期は。そうか、カープも そうかピッチャーあれだし、2軍とか 1.5 軍のピッチャーとかでっていうのはいないですかね。お前なんか俺を誘導しようとして、ネオのことを引き出そうと思ったら、ネオはないぞ、言っとくけど。これあの実はネオ投手の名前がこれまで X に上がっていて、そうなんですよ。ネオはないと思う。それはどうしてですか。やっぱり中日のスター候補生だもん。まだ何も結果が出てないけど、うん、だから余計にそうだよ。出さないのか。いや出さないと思う。日本ハムは吉田輝星投手をトレードで出したじゃないですか。一応ね、ドラフト1位でってい う、ね、そことはまた中日のドラフト1位とまたちょっと違うんですか。まあ、ピッチャーしかやらなくて、うん、ピッチャーの期間を何年間か見たよね、はい、だからこれはスター候補生ではなくなったっていうふうに、ん、これは置いといても、うん、まあ、埋もれてしまうっていうふうに考えて多分出したと思うんだけど、うん、それをそれでピッチャーしかやってないから、うん、その期間は見れたからね、はい、ピッチャーとしての資質をね。まあ、だけどネオの場合はこう野手やらしたりピッチャーやらしたりしてるから、どこまでの伸びしろが出てくるんだろうっていうのがまだ見えてないから、愛には外には出さないよね。あ、それは球団側が出さないってことなんですね。うん、これが入団してからピッチャーしかやってない、バッターしかやってないで今の成績立ち位置だったら、欲しいっていう球団があればちょっと誰かと変えてくれないかっていうことはあるかな、うん、だけど野手だったら野手、ピッチャーだったらピッチャー、見てる期間が少なすぎるわ。確かに全てが短いちょっと、ね、全てが中途半端だしさ、うん、やっぱ取る側もどっちで取るかっていうのははっきりしないとダメだし、うん、ピッチャーで欲しいところ、野手で欲しいところ、まあ、それぞれあったとしても、はい、まあ、本人の意思でどっちをやるかっていうのを決めさせてあげないとさ、うん、でその夢みたいな、うん、そういうことにネオが乗っかればいいけど、はい、いや僕嫌ですみたいな、うんうんうん、いやピッチャーしか嫌ですみたいな、はい、とか、いや僕はあの野手がいいですとか、うん、そういう風になってくると取る球団の思惑が違ってくるとやっぱ成立はしてこないよね。そうですね、だから難しいんだよ。
じゃあ根尾選手という噂はあれはもうちょっと噂の域であって、噂だよね、うん、もう現実味はないっていうことですよね、と俺はそう思うけどね、うん、あと同じドラ1で言えば、例えば日本ハムの清宮選手がやっぱりちょっとね、取り残されていっちゃってるのかなという感じなんですけれども、清宮はもうチャンスなくなったな、あ、よっぽど打たないと、はい、やっぱファーストにマルティネスがいて、まあ、サードに郡司がいる、勝負強い、うんうん、で郡司の後釜っていうのは水野がいたりだとか上川畑がいたりだとか、うん、内野が結構いるんだよね、石井和成とか、そうですね、あ、加藤豪介とかね、うん、まあ、いるから、まあ、それだったら無理して清宮をサードにするっていうよりも、うん、やっぱ守備のうまい選手を使った方が、はい、まあ、いいのかなっていうことを考えるとね、うん、まあ、なかなかこう厳しい立ち位置にいるなっていうふうには思うよね。そうですよね。だからもし出せるんだったら出した方がいいかなっていう。もちろん他球団、例えばセリーグだったりとかで清宮選手欲しいっていうところとの交渉がもし合致すれば、まあ欲しいところは広島かなと思うよね。カープか、サード、いやいや、ファーストでも、ああ、そうか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 、まあ本当は打ってくれればね。そうですよね、うん、まあ、阪神も悪くはないと思う、清宮選手、うん、メンタル大丈夫ですかね。まあ、メンタル大丈夫だよ、まあ、そうですか、そんなに弱くはないよ、弱くはない。でも清宮選手っていうのは噂の域だけじゃなくて厳しくなってきてるのかなっていう、あの、やっぱマルティネスがいて、うん、レイエスもいるわけでしょ、はい、ファーストにね、まあ、二遊間はできないとしてサード J がいて郡司がいて、うん、ってなるとさ、そなかなかやっぱ厳しいと思うよ。そうですね。いや、そしたらトレードに出してあげるべきかなっていうふうには思うけどもね。だから可能性としたらあると思う。ゼロではないんですね。全然ゼロだ。あと同じ日本も私すごい大好きな浅間選手なんですけど、外野手でなかなかもう出る機会がなくなってしまっていて、そうだな、他の球団だったら活躍できそうな気するんですけど、他の球団で出れるかどうかなんだ。それは優秀な人間が多いよ、外野手。 そんな簡単じゃないよ。でね、そうか、セリーグ阪神ももう外野はいっぱいです。まあ日本ハムだもんな、うん、それは厳しいよな、もう出るのにな、はい、でも私いけると思うんですけど、ね、いやそれいけないことはない。でもチャンスがもらえる球団がどこにあるんだっていう、セリーグだけで考えていくと難しい。それはなかなかないぞ。ないのか。ヤクルトですね。ああ、そうか、ヤクルト塩見選手いなくて、サンタナがレフトいて、で塩見選手がちょっと今シーズンもうないとなっている中での、どうですか、まあ、あの西川遥輝選手いますけれども、まあなくはないな、ゼロでもない、うん、ゼロではないけど、うん、誰をもらうよ、ヤクルトから今度は日本ハムが、はあ、はあって言ってしまった、はあって言ってしまった。だからもう金銭でもらうっていう、うん、本当にね、日本ハムは今もう現状のままでいいよ。そうですよね、十分戦えるし、あんまり余計なものを入れたくないっていうのが新庄監督の、うん、やっぱ本音だと思うよ今は、うんうん、でどこにも刺激いらないしみたいな。そっか、だからもう金銭でしかうち受け付けませんよみたいな状況ですもんね、まあ、だと思うんだけどね。ただでも欲しい球団はあると思うんですよね、まあ、だから中日は、まあ、キャッチャーが欲しいんだろうなとは思うんだけどね、うん、まあ、そうですね、うん、今だから日本ハムとのトレードはある可能性がある、それは清水選手と、いやー、まあ、誰になるかは分からないけども、うん、可能性としてはそこかなっていう、うん、清水かなっていうふうには思うよね。まあ、タミヤがしっかりしてる、伏見、うん、がいる、で場合によってはマルティネスができるって言ったらもうこれで十分だもん。そうなんですよ。そうなってくると入ってくるっていうのは厳しいだろうし、うん、で中日がやっぱキャッチャーを欲しがってるんであれば、はい、可能性がなくはないよね。そうですよね。まあ、誰を取るかというのは全く分からないけど、うんうんうん、まあ、だけどそれだったらもう金銭それこそ、はい、してくれっていうふうにお願いできればね、はい、まあいいと思うけどね。あとは例えばソフトバンクのリチャード選手がまた、ね、2軍に落ちてしまって、最初出てくるときはいいんですけれども、いつもだんだん集中力がっていう部分もファンの中で言われてしまっていて、そうなるとやっぱり2軍では無双じゃないですか。まあな、だけどやっぱ1軍ってなるとちょっとっていうなると、これはトレードで、ただあのやっぱりね、パンチ力というかああいう部分で欲しいっていう、いやそら魅力はあるよね、うん、なかなか当たらんからなだからこれが困ったもんで、まあ、当たってたら使ってると思うけども、はい、
初はいいんですけどね、いつも、まあ、そうだな、途中試合出場が進むにつれてやっぱりなんかちょっとあれあれってなってきちゃうっていう、ただ素質はすごくあるので、やっぱりこれセリーグのチーム打撃部分で欲しいっていうところはどうなんでしょうか、サード。まあでも今の野球ってやっぱ守りからの水漏れっていうのが一番失点率高いしな。あ、やっぱ守れる選手が一番いいよな。打てるよりもっていうことですか。そうか、しかもサード、サードな、はい、ヤクルト村上選手がちょっともしかしてメジャーってなった場合も、そしたら村上がレフト行く、はい、そうだな、うん、どうなのかなってちょっと思ってみたりとか、うん、でもここまでやっぱ村上を動かさないっていうことは、うん、やっぱ村上が拒否してるんだと思う、うん、外野を、あ、もうサード1本でってことなんですかね。そうだね、だからなかなかな難しいかもわからんな、うん、ということはリチャード選手はトレードになりにくかったりもするんですかね。守りがどうなるんだろうな、うん、そうなんですよ、守りもありましたからね、満塁で、だってだからサトトルがあれだけ守りで言われて落とされてるわけだから、はい、やっぱサードの守備って大事だと思うしな。そうですよね、そうか、そう考えると DeNA もそうですよね、宮崎選手サードですけれども休んだ時には他の選手が、まあ、カバーするけどね、うん、まあ、宮崎も反応はいいからね、うんうんうん、いいんですよね、なかなかまあ難しいけども、うん、まあ、トレードな、今年はなんかおとなしい感じがするよ、活発では俺ないような気がするよ。ということはですよ、ここからがもうバタバタバタっと激しく動いてくるっていうことはないですか。まあ動くとしたら2つぐらいかな、2件少ない、去年より2件ぐらいだと思うよ。そうか、これは来年のことを見据えての補強になるのか、それともやっぱ A クラス入り優勝っていうことを目指しての補強になってくるのか、それぞれチームあるでしょうけど、まあそうだな、うん、とはいえもう1ヶ月半ぐらいですからね期限は。まあ1件2件あったら終わりだと思うよ。うわ、そうか、今年は動きが少ないですねやっぱり。いや、どこも動けないと思うよ、なかなかここっていうところがないよ。動きたくてもガッツしなかったりとか。だって日本ハムがさ、うん、去年までスカスカに見えてたチームが、うん、空いてるとこある、もう今ないです、トレードして入れようって。今ないです。ないでしょ。中日はどうよ、うん、中日もないです。ワンチャンキャッチャーぐらいでしょ、ちょっと欲しいなって、もう一番欲しいなって思うのは、うん、左ピッチャー欲しいんだね、中継ぎで。誰、中継ぎで左、中日登板方って何だって言ったらもういないっすか。いや、確かに登板方だ今。そうですね、中日は中継ぎが登板方なんですよ。今年延長もね結構多いんで。じゃあ中日は堀あのハムから、うん、ああなるほど。いや、もう清水と堀でバッテリーと、あービシエドと。でもビシエドじゃあ日本ハムがいるかっていう。いや、だからもう一人つける。あ、つけます、もちろんもちろん、うん、まあ、うかいブライト、ケンタ、ウカイ、でも外野ですよね、あの2人。うわ、そうか、まあ、日本ハムがいらないっていうのもあるから。そうか、もう目いっぱいだ、目いっぱい、まあ、確かに。でもピッチャーは登板方になってるので。まあでもね、どこもそうだけどね、まあ、中日は特にね、特にそうなんですよ。2対1とかなそうそう、だから使うしかないんですよ、僅差が多いからな。そう、そうなんですよ。福谷投手そうけどね、中日、どっか、あた、楽天の、ね、カバーはいると思うんですけどね。どうなんだろう、まあ、でもきっと水面下ではきっと動いてはいるんですよ。いや、動いてるよ。これが成立するかしないかってなると、多分2件ぐらいしか成立しないっていう。あとピッチャーも今は2軍だったりですけど、夏場になって1軍の投手たちがへばってきた時に変えようと思って補充してるチームっていうのはたくさんありますよね、もちろん。だから出せないとか安易に。どうなんだろう。まあ、あの阪神が代表的でね、はい、まあ、ローテーションを組めるぐらいの、うん、いるんだけど、うん、だんだんこう数が減ってきてるんで、調子も悪い人もいるし、うん、だから巨人も豊富に持ってると思う。まあ、巨人そうですね、うん、だから持ってないのが DeNA だよね。あ、だから太田と誰かピッチャー変えてくれるかって言ったら、うん、日本でクビになってるわけだから、はい、太田を呼び戻すっていうことはまずないよねまずないですね、まずないよね、はい、そしたらまあ楽天かなっていう。ピッチャーをもらうっていうことですよね、うん、あ、そうか。あとロッテ、誰とかロッテのピッチャーですか。ロッテのピッチャー、国吉。国吉出されてるの、また出されてる、出されてるから。いや、だから誰かなと思うよね、ロッテ、ロッテ東、
アズマか、兄弟揃っちゃうアズマアズマそうか。でも私オリックスはピッチャーどっかで補強してくるんじゃないかなとは思うんですけどね。あれだけ故障者6人も7人もで、あの山岡投手が今シーズンは全く出てきてないんですよ、うん、っていうところでどうなのかなとか、これはトレードになるのかどうかわからないですけど、まあ、ただあそこはね、若手で優秀なピッチャーたくさんいるんだよ、うんうん、そしたら俺はそういうピッチャーを経験させるかなっていうふうに思うよね、うん、で野手でも故障者とか多いけど、うん、あの横山、はい、あー、はい、まああんまりいい結果は出てないけども、うん、そういう選手を積極的に使って実績を積ますかなっていうようなことは考えてるんだよね、うん、だからもうどうあがいてもなんか優勝というよりも行っても A クラス、はい、まあ、そこからの勝負になるかなっていうふうに思うんだよね、うん、まあ、そうなってくると諦めるのはまだ早いけども、はい、そんなに大きく動かすよりも、うん、優勝もうするために動かすんだったらいいけど、うん、A クラスっていうふうに考えると、うん、やっぱこう実績を積ました方が得策かなっていうふうに人を動かすよりはね、うん、だからそんな感じはするけどな。あとロッテのアジャ選手、あーいいね、そうなんですよ、いたね、いましたよね、アジャ阪神いいね、あ阪神にアジャか、いやその大山がね俺鉄板だと思ってたから4番でね、うん、いやでもファーストしかできないけど彼は、うん、持ってきてもいいよね。いいです、そうですよ、ね、いやそれでその大山をサードにするとか、はい、サードドルが上がってこないんだったら、はい、だから、うん、そういう意味では、うん、そのアジャっていうのをね、うん、まだ俺は使えると思うよ。そう、もちろんそうですよね、うん、交流戦っていうのはセトパの選手たちがそこでこう戦力を見ることができるので、そのスカウト陣もなので、もしかするとこの交流戦が終わってからセパ同士であるのかなとかちょっとね気になったりはしてるんですけれども、速報おじさんが出てこないのでまだ本当だよな、うん、なんかうずうずしてる、そう鳴りを潜めてるんですよだからスタッフから電話かかってくると速報かみたいな、そう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 トレードかみたいな、そう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 なんですよね。ただ豊さん的には今年はちょっと少なくてあって2件かなっていう、そうだな、うん、と思うけどな俺はね、うん、そんな大物がパーン動くっていうことは多分ないと思う、ね、去年はね日本ハムだったり中日とかいろいろたくさんありましたけれども、今年はじゃあちょっと期限の7月31日までどこのチームがトレードに動いてくるかも、はい、期限はまだあるのでそこまでちょっとこの YouTube の豊さんも追っていきたいと思います、はいはい。